宮城県庁が素晴らしい職場だと知ってもらい、時代に合わせてより魅力的な組織になっていかなければならないと思い、プランの策定を指示したところであります村井知事はきょうの記者会見で、週休3日が可能となるフレックスタイム制について、2026年度から対象を全職員に拡大する考えを明らかにしました。 フレックスタイム制は定められた労働時間の範囲内で始業や就業の時間などを柔軟に決められる制度です県職員の1日の勤務時間は7時間45分ですが勤務時間を長くして週の休日を1日増やすことができるよう検討するとしていますこのほか離職した職員の再雇用を促すカムバック採用や若手職員の待遇改善などを進め 多様な働き方を認めることで、応募者の減少や離職に歯止めをかけたいとしています。